ワンピースワンピースの用語一覧、サウザンドサニー号サウザンドサニー号は、小田栄一郎の漫画、ワンピースに登場する架空の船。通称、サニー号。ゴーイングメリー号に代わる、麦わらの一味の二番目の海賊船。初の、麦わらの一味専用の海賊船として、設計、造船された。ルフィたちにとっては、メリー号の意志を受け継いだ大切な仲間である。 機能性も、さることながら、内装と施設も娯楽性を重視したような設計で、海賊船というよりは遊覧船のような外観が特徴。設計者はフランキー。建造者は、フランキー、横綱、アイスバーグ、パウリー、タイルストン、ピープリールルで、この5人と1匹が3日間で完成させた。フランキーが、ウソップから奪った2億ベリーを使って購入した。 絶対的な強度を持つと言われる、ホージュアダムが用いられている。このため、船体の強度は、非常に高い。フォアマストとメインマストの2本の帆柱を持つブリガンティンのスループ型帆船。地下1階から3階の4階建て。ソーダは、メリー号では棒を、進行方向に傾ける方法であったが、ダリンによるソーダへと進歩している。その他基本設計も、 はるかに近代的であり、メリー号が完全な搬送船であったのに対し、必要に応じて外輪による自力航行が可能。フランキーの体と同じくコーラをエネルギー源とする特殊機構がいくつか備えられている。コーラソン3つと巨大空砲による風雷バーストで空中を約1トル飛ぶことができる。選手はライオンをかたどっており、その下には 大腿骨のぶっちがいがついている。怒りはライオンの手の形をしている。鮮明のサウザンドサニーはアイスバーグが命名し、過酷なる千の海を太陽のように陽気に越えていくという意味が込められている。夜も航行する場合は、船の前方と後方に一人ずつ見張りにつき、全員が2時間交代で行っている。2008年2009年に発売された。 ゲーム、ワンピース・アンリミテッド・クルーズでは、ゲーム内で、サニー号の内装が忠実に再現されている。2019年公開の劇場版、スタンピードでは、皇帝ペンギンをモデルにした、フライングモデルが登場する。航路は、ウォーター・セブン・マの三角地帯、スリラーバーク赤い土の大陸トビウオ・ライダーズの、アジト・シャボン・ディ・ショト魚人島、パンク・ハザード・ジマドレス・ローザ・ゾートットランドアの・アノ。 国。ソルジャードックシステムも敷地船内で使用する水は、船の搬送の際に海水を組み上げろかする装置を使用してまかなっている。2011年3月、長崎県のテーマパーク、ハウステンボスで、サウザンドサニー号を再現した船によるクルーズが体験できるイベント、ワンピースサウザンドサニー号クルーズインハウステンボスが運航開始。アクアリウムバーや、 ソルジャードックシステムといったサニー号の内装が再現されており、船内に限定ショップも開かれている。2012年3月、新世界編仕様にリニューアル。2015年5月6日をもって、ハウステンボスでの就航は終了。同年5月15日から19日にかけて、ハウステンボスの姉妹施設である、愛知県のラグーナテンボスに会場経由で移動し、 同年7月4日に同地にて再就航した。2018年9月30日をもってクルーズは終了し、会場展示のみとなった。2019年7月21日、コスプレイベント、ラグコス内にて、会場展示中であったラグナテンボスを出航し、ハウステンボスへと寄港した。2019年11月30日、ハウステンボスにおける、 クルーズイベントが再開された。船は、伊豆津造船所が製造し、安田産業喫船が運航していたレストラン船、ゼリーフィッシュをハウステンボスが購入し外観を改装したもので、長崎での運航業務は引き続き、安田産業喫船、愛知での運航は有限会社平野マリンサービスが行っていた。原作での船名は、サウザンドサニー号であるが、 再現船の名称は中黒を入れたサウザンドサニー号となっており、船に設置された無線航行移動局もその名称で登録されている。2011年7月18日に風に押されて、桟橋と衝突する軽微な船舶事故を起こしている。ありがとうございます。